お疲れちゃんです。ラットです。だけで、今回もね、クラッシュロールやっていくんすけど、今日はね、こちら、ジャイスキラーを使っていこうかなと思います。で、マルチもね、ちょっと、やっていこうかなと思います。今、1500位ですね。6688で、多分上がもうね、すごい上いるんでね。はい、マルチやっていこうかなと思います。で、ちょっとあれっすね。今まで、今マイクアーカーやってるんですけど、マイクアーカーとラットアーカーを両方やってたんですけど、ちょっとね、こうマルチ上行きたいのと、マルチ上をもっと経験しなきゃいけないなというのを、思いましてですね、ラットアーカーを、触りません。多分今期は。はい。触らずに、この赤でね、ちょっとマルチ上結構行けたらいいなと、思ってますかな。はい。もうこっちのアカウントがグロ1とか言って、マルチすることねーとかなったら、マジでないと思うんですけど、そんなことになったら、ラットアーカーの方も触ろうと思うんですけど、まあさすがにそんな余裕ではないと思うんでね、こっちのアカウント、今回ね、上目指してやっていこうかなと思います。はい。というわけで、相手は、エレキ、ゴボリ、マジアチャ、ロイホグ、あんま見ないですね。エレキとマジアチャの2枚が入ってるロイホグデッキあんま見ないですね。よいしょ、ハンターとかの枠が、あれなのかな。エレキなのかもしんないんですが。というわけで、で、このスキラはね、何が強いんだろうね。なんか結構前にもジャイスキラーがあったんですよね。てか、ま、ジャイスキラー自体は昔から、ま、型を変えつつではありますが、ずっと存在するんですよね。なんか、ヤリゴブコウモリギャングスケルトン部隊のジャイスキラヤナミユキダマとか、なんか、いろんな形があるんですけど、マスケミニペスケルトン部隊コウモリとか、あるんですけど、このダックプリ型もちょっと前にやっぱあって、その時はね、ポイズンタルユキだったんですよ。そう、ゴボリの奥が、まあ、ポイズンで、まあ、スペルの矢が当たるみたいな感じで、そんな感じの形もね、ちょっとあって、今はこの形なんですけど、まあ、ジャイスキラーってやっぱ強いんですよね。はい。強いんですけど、今までの小物がいっぱい多い方は、むずいんですよね。そう。めちゃくちゃむずいの。ベビードラとかどうするのみたいな感じの次元だったんですけど、このジャイスキラーはね、非常にね、楽ですね。なんかユニットからでも別にジャイからでもいいんですけど、こう、まあ、ジャイダックネとかジャイ何かを形を作って、あとはスキラ打つだけみたいなね。で、ヤナアメユキ玉で、昔だとね、マジアチャがきつかったんですけど、マジヤナアメユキで、マジアチャを処理できる時代がね、来ましたんで、ここゴボリでね、緊急回避して。よいしょ。さあ、もうこれ、美味しいですね。範囲でバチコーン。バチコーン、痛いが、まあ、あと20秒なんで耐えましょうか。はい、と言った感じで、最近クエイクの使用率もまあ、意外と結構あるんですが、まあ、そのクエイクとかにもね、やっぱ刺さりますね。ゴボリが刺さりますし、ダックレンとかマスケとかね、ダックプリとか全部残るんでね、フルカウンターで倒れちゃうよと。いう感じですね。絶対的に勝てないとかがまあないですね。ヤナアメユキ玉で結構なんかバランス取れた形ですね。なんか今までのジャイスキラーマジで偏り難しいって感じだったんですけど、今回のジャイスキラーは使いやすいし、デッキパワーあるし、結構何にでもいけるって感じですね。まあ何がきついってなると、エリクサーポンプですかね。壊せないんだよね。真面目に、エリポンとあとなんだろうね。あとなんだろう。何がきつい？まあ、ヤナミユキならば、ゴリ押しがちょっと止まんないことが多々ありますね。まあ、ゴレダクネランバーとかされると結構苦しいですね。まあ、ヤナミをポイズンにしてしまえば逆に相性いいみたいななるとは思うんですけど。まあ、そうするとね、こう、ジャイスキラのね、スキラ打った時に、速攻ヤナミパーンっていう良さがね、ちょっと消えちゃうんで。これ、ダックネ欲しいですね。ラバーは、まあ、悪くはないですが、ダックネ欲しい。まあ、マスケでラバーとこして、ヤナアメ打てれば、バンバン剤なので、ああ、それはちょっと困りますね。マジで。困りますが、僕も形を作っていきたいんですけど、これ、今、ヤナアメ打ってきましょう。打ったらマスケットが残るんで、で、このボス決めやばい。
このボス気もやばいが、このバーバリアンがやばいですね。このバーバリアンがやばそうなので、雪玉でね、防衛して、まあ、1本落とされたんですけど、これで11かなと。OK、11なので問題ないですね。相手、ラバルババ墓石か。ラバルのテンプレですね。テンプレだと、まあ、ジャイダクネを作ってあげると、多分相手結構きついんですよね。ジャイダクネ。なんですけど、ジャイがない。ジャイダクネを作りたいんだけど、ジャイがないって感じですね。さあ、ゴボリを構えて、一応バルーン警戒ですね。さあさあさあ。で、もうこのジャイダクネが強いんですよ。この前かな、なんかダクネが強いって動画出したんですけど、最近、ジャイダクネスケラーだし、ジャイダクネディガー、あとは、なんだっけ、ゴレダクネもあるでしょ？あとなんか、なんだっけ、メガナイトダクネもあるし、なんかね、すごいんですよね、最近。お前、ダクネ増えとんじゃん、みたいな。ちょっとね、はい、こう、形を作るのが強い環境が、まあ、若干来てますが、さあ、たまたま今、逃げれそうだったんだけどな。これ今、ヤナム打っちゃって、で、この間に防衛しますと。で、まあ、余裕があればスケラ打ちたかったですけど、まあ、そんな余裕もなさそうって感じですね。で、いや、いいですね。いいですね。ここ、まあ、5打たれますが、このマスケは、いや、活躍してくれましたね。こうなると、僕のターンがね、やってきますね。もう一回、ジェイタクで作って、これ、それだけですね。これを繰り返して、まあ、余裕があれば、スケラ打つだけなんですけど、余裕がないですね。で、ここに多分ね、ババが来ますね。これ多分ね、飛ばすだけで結構ジャイパンが入るのと、うちのダクプリが優秀なんでね。さあ、OK。ここで、ファイアボールを使わせることができれば、もう僕のターン。そして、バルーンがもし来ても、ごぼうりでね、誘導できるっていうのは強いですね。さあさあさあ。まあ、マスケはなんか防衛用カードみたいなのがありますね。で、これ打ってもいいんじゃないでしょうか。流れが来てますよね。で、矢の飴構えて、OKOKOK。矢の飴そっくって、しかも馬場をそこに使うと、多分うちのね、待って、うちの D プリが死んだ。待って、やばい、待って、これフルカウンター来る。頼む、頼む。あれ来た。あぶねえ、ちょっと今負けたかと思った。これね、カウンターで、まあ、バルーンつけられるぐらいなら大丈夫なんですけど、ラバからのね、ゴコスバルーンとか来てると、ちょっとね、詰んでたかもしれないです。はい。というわけで、いや、めちゃくちゃ日本人と当たるな。よろしく？ちょっと汗かいてきましたね。ちょっと風呂上がりに動画撮ってるんですけど、ちょっと汗がね、暑いですね、最近。めちゃくちゃ暑い。よいしょ。一応、服、ズボンは履いてるけど、ちょっと上裸なんでね。上裸なんで。ちょっとね、暑いですね。服着せなくても暑い。さあ、ナイト、最近ナイト優秀ですね。ナイト入りのクロス、ナイト入りのホグ、ナイト入りの、もうなかった。なんか、結構いますね。優秀ですね。これは、ホグですね。まあ、誰でもわかるか。てか、ホグ飛んできましたね。やばい。なんか、頭悪い人みたいになってる。で、ホグは、まあ、ダメージやっぱ受けちゃうんですけど、こっちが形作っちゃえば、じわじわね、はい、いけますんで、じわ削り勝負で僕が勝ちますね、これは。はい、からの、スペル構えて、あー、やべえ、ターゲットがジャイに行ってね。タワーがこれ、ジャイ殴ってないのがちょっと良くないですね。で、まあ、どうせ箱が落ちてきますよね。はい、そんな感じがしました。で、まあ、あとは、このやり込み痛えな。で、ホグに対して、施設を置くと、やっぱクエイク打たれるから、どこに置くのってなるんですけど、まあ、今、ゴボリだと、ここを逆サイドに置くと、絶対よく釣れて、クエイクが当たらない位置に置くパターンと、まあ、あと低めのね、逆サイドのタワーから打たれる位置と、あとはもう、ここのね、普通のタワーと同じ列にね、置くっていう3パターンがあるんですけど、これ、どこに置くか分かっとくだけですごい変わりますね。なんか自分のユニットが他にいる場合にホグ来て施設で釣るならば、クエイク当たんないね、位置に出してあげると時間稼ぎして、このマスケットとかでね、対応できるんで、そういう、この上の方がいいですね。で、まあ、一番初めとかなら低めにね、低めの普通でいいと思いますし、なんか、こう絶対クエイク打たれるなというか、急いで出すっていう時には、てかまあ、ここに出すしかないんですけど、なんかね、そんな感じで。よいしょ。
うーん、あ、なんかいい感じに防衛されてますが、やっぱちょくちょくダメージ入っていきますね。で、ここはまあダクプリで守りましょうか。はいはい。で、まあダクレスキュラーさえ打てれば十分みたいなとこありますね。で、雪玉構えて、槍ゴブが多分来るのかな。あ、これ逆サイの方が入ってるやつだ。で、僕はここから攻めるサイドを考えていきます。で、ここに釣っちゃえば、こっちの下のマスケットがいい感じに打ってくれると思ったんですけど、僕のマスケットサボり、サボりですね。やばい、雪玉が下手。危ない、危ない、危ない。さあ、ジャイスケラー形作んでいきましょうか。今、ホグ使ったばっかなんで、来て逆サイなんですけど、まあ、マスキいるんで、来にくいですね、相手も。さあさあさあ。で、ここの辺にマスケ出しつつ、ここですね。ここで来た時に、このゴブリンの降りて、こっちに持ってきてあげると、そう、このマスケットで処理できるんですよ。これがね、めちゃくちゃ強いですね。このゴブリンの位置とか覚えておくだけで、結構戦いやすくなりますね。さあ、適当にヤナメポーン！いや、これは、さすがに、さすがにきついぞ。さあ、まあ、雪玉も、打って、まあ、終わりという感じで、これなんか流行りのホグとかね、そういうのにはちょっと強いですね。なんか、ヤナメが、ロケット押しとかも最近多くて、ヤナアメがね、結構刺さりますね。だからヤナアメユキかな。結構万能ですね。ヤナアメユキクエイクウッドデッキかな。とか、まあ箱プラスのなんか。とか、そんな感じで。なんかファイブポイズンとかなくてもね、なんか戦える時代になってきましたと。いうわけで、ジェイスクラね、ぜひ皆さん使ってみてください。というわけで終わります。まあこんな感じでね、トロしっかり上げていこうかなと思います。動画内でも動画外でもね。はい、今回このアカウント一つで頑張ります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もね、お願いします。では、バイバイ。